じゃあ早速遊戯スタート。よし行こう行こう。もうこの台僕が最近打ち込んでる台ですからね。あれだから押したんですか。いやいやそんなことはないけどね、やってなかったからね。うん、はい、ということでスペック説明お願いしてもよろしいですか。はい、はい、大当たり確率約199分の1のライトミドルスペックでございます。はい、で今回の海物語の4ブラックなんですけど、はい、以前の OB3 の、はい、ST タイプとはちょっと違ってまして、はい、50% が通常なんですよ今回。あ、初当たりね。初当たりがそこが自分ちょっとネックかなと思ってるんですけど、うん、ただ今回その代わり ST と時短で100回という、まあ、電サポがつくようになって、うん、まあ、遊びやすさは以前と比べたら、うん、上がったのかなというふうに僕は思います。なるほどね。まあ、でも結構、一撃性あるよね。そうですね、一撃性は、まあ、以前の海同様、うん、やっぱあると思います、うん、ちょっと待ってね、コメント読んでいきますね。さすがに199だもん、ヒロキン打っても当たるやろ。さすがにね。さすがにとか言わないで。男のスタッフさん、あっちゃんじゃないよね。あ、僕に似てますかね。クロちゃんね、黒いバージョンのね、アツロクさんみたいな。6人救出された。あ、そうなんですね。6人全員ね、早く救出されてほしいですけどね。クロちゃん、名前の代わりにグラサンかけたらそっちの人っぽくなりそうな。やんちゃしてる感じのね。まあ結構言われましたね、昔は。ヒロキ夏だし少し日焼けしてみては。はい、これ焼けたんですよ。外出ないでしょ。いや、これでも焼けたんですって。あ、そうなの。はい、タイの子供たち全員助かってほしいよね。うん、1台50万 ×40 台ひょえ2000万ということでね。もうまあね、クロアチアの選手が、試合中にレッドブル飲んだら FIFA から罰金780万円の処分を受けましたが、特価店内でも同様の処分です。そんな処分あるんだ。なんですか、なんでレッドブルで。レッドブルでもダメなんだね。特価ってそこまで大きい店じゃないのにやることが半端ないよね。いや、大きいですよ、うち。いや、大きいです、大きいです。なんだい、なんだい、言って言って。720台ありますから。はい、ありますから。結構大きいお店ですよ。選びたい放題ですよ。うん、ヒロキにどの口でサクッととか言ってんだよ。この口です。うん、黒だ、黒木、黒川、あ、苗字かな。いや、もう見たまんますけどね。見たまんますね。見たまんま、見たまんま。戸塚店の男は海の雨を打ってもダメなんだよな。ザベス助けてくれ。ザベス言ったけどね、どっかにね。あ、ちょっと今はね、はい、お仕事中ですね。うん、あれ、秋元康先生いますかって。そう、圧力さんでしょ。俺じゃないでしょ。俺じゃないよ。黒氏出るなら、教えろ言うたらごはプンプンと怒ってますよ。あ、これ、やとびさんですかね。多分。クロちゃんは彼女いるんですか。いや、いたことないっすね。え、いたことないの。いたことないっすよ、人生で。ないで、ないです。問題発言。今いくつですか。自分今24です。24歳。はい、あ、もう魔法使えるんですね。じゃあそうっすね。あの、だいたい蒲田か館内の方の立ちんぼとか、うん、そっちの方にうまく釣られるっていう。なるほどね。あ、じゃあもうこれからだね、じゃあね。そういう感じですね。橋本梨乃のシーンも、お尻のプルルーンってシーンはどうやって撮影してるんだろう。わからない、僕現場にいなかったんで。ブラックの寝台相性いいからよく打ってる。3勝1敗さだま2万発すごいね。で僕もね結構打ち込んでるんですけど、1勝6敗ぐらいかな。全然出ないんだけど、全然出ないんだけど面白くてやっちゃうんですよね、この台ね。あと罰ゲームの髪の毛切ったのが全然変わらない。いや、全然変わってるよね、俺ね。変わってますね、突っ込みましたもん、今日。いや、俺今日、戸塚店について、事務所に入って事務員さんがずっと笑いをこらえててどうしたどうしたって言ったら髪の毛みたいな。いや、そらね、これは泡か。やばー、ビッグバイブからの曲。さあ、犠牲番はクロちゃん。これはいただいたでしょ。しかも当たれば格上の奇数図柄でございますね。さあ、どうでしょう。おーい、おめでとうございます。早いね、こういうことっすよね。さすがさすが、安定。はい、ということでタコで大当たり格上でーす。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、いいね。やっぱ自分はあれですかね、通常画面を見せるやつなんですかね。当たんないとかやめてよ、マジで。本当に、FIFA コカ・コーラって提携結んでるから他の飲料メーカーはダメだと聞いた。あ、そうなんだね。クロちゃん、ペッてやってください。
ペッ7カチの馬券を食らったことで世界一高い翼って呼ばれてます。クロちゃんに質問です。今打ってる大海4ブラックと後藤店長の腹の中のならどっちが黒いですか。あー、それ結構難しい質問ですね難しいのか。クロちゃん、バトラ君の中は入ったことありますか。いや、バトラ君は妖精ですからだよね。よく見てますね。クロちゃんって他の店舗で働いたことはあるんですか。はないです。新卒だからね、はい、特化店が初ですね。一応12月から特化店にバイトとして最初入らせていただいた、うん、最初バイトで入ってその後社員になった、はい。クロちゃん、そろそろ後藤店長が川崎に連れて行ってくれるんじゃないの。いや、川崎連れて行ってもらいたいですけどねはい、ということでこれで大当たりが終了したら、50回転の ST、はい、プラス50回転の時短、そこからが見どころで、ね、で ST、 ST50 回転の間49分の1で大当たり抽選いう感じですね。ヒロキン、君は今日も何をしに来たんで付き添い人ですね。9連6連7連単発振るわけによるけど満発の夢ある台で演出も好き。うんうん、わかる。ヒロキン、よっしゃじゃねえよ、早当てい。クロちゃん、新人なのにやるな。気が強い。うん、プライベートで出ないから。なるほどね、放送だと気が強い。放送強いタイプですね。あそこまさかその髪型で電車乗ってきたんじゃないよな、人様に迷惑本当に。あとは、先週切ったままですか、何もやってません。クロちゃん、ゴティに行ってやれ、パチンコはこうやって当てるんだよ、分かったか店長が来たらね、うん、ぜひ言ってあげてほしいな。そうですね、うん、旅行で外した時のは絶対言えますよね、うん。青森のものですが、9月に横浜線の野球を見に行く流れでヒロキンさんとお会いしようと旅行の計画を立ててますので、来月以降にシフト確認しますね。あ、来てください。ぜひ来てください。横浜ってことは変わんないですかね。ベスターズ、うん、じゃない。台が左右対称なのに VST タイプって、初めてかなと。普通は右打ち用のルートある。あ、確かにそうだね。戸塚の審査とやりますね。クロちゃん、入社面接の時にキコちゃんのこと話した。あ、もちろん話しました。そうだよね、はい。キコーナーの入社のきっかけはもう本当にニコ生がきっかけで、あ、圧力さんがきっかけということでよろしいですかね。ということで僕ね、やっぱね、こうね、就職活動にもね貢献してるっていうね。厳密に言うと圧力さんよりも山田店長のおかしいだろおかげでおかしいだろ、そこ圧力さんって言っとくとこだろそこは。そこは、ね、山田店長が面白くて、そうですね、聞こえないちょっと面白いなみたいな。お、ちょっとチャンス来たよ。これちょっと熱いですね。お、画面、画面なんでリーチがかかった時点で大当たりですね。さあどうでしょう。当たりました。ありがとうございます。20回転。当たりましたね。素晴らしい。海来た、骸骨船長を出してください。海のライトミドルはやっぱ打ちたくなるんだよね。打ちって面白いよこれ。で、これで16ラウンド。あ、どうなんで、これはどうは微妙。はい。6ですね。はい。これで一番ラウンド数が少ないのが4ラウンドです。4ラウンドか。一応右打ち中のラウンド振り分けが、4ラウンドが 33%、 7ラウンドが 40%、 16ラウンドが 27% と、当たれば確変継続という感じですね。なるほど、はい、そうですね、うん。戸塚って横浜スタジアム近いですか。わりかし近いですね、まあ、同じ一応同じ横浜ですからね。1時間かかんないぐらいですね、うん。クロちゃん、新卒かダーツの的ネタ触れないじゃないか。いやいやいや、結構キコちゃん見てるもんね。結構見てましたね。だから結構店長知ってますよね。そうですね、うん。ベイスターズの高城と白崎がオリックスにトレードされた原因は圧力の違うでしょ。最近引き悪いから黒氏の強烈ケツバット食らったら引きが治るかな。ケツバットっすか、うん。いや、ケツバット痛そうだな、マジ力強そうだからな。今日ウルトラセブン当たったよ。7連全て時短なんじゃこの台きついね。いや、自分も今日、うん、仕事前に打ち行ったんですけど、はいはい、赤保留っていうか紫保留ですか、うん、あれ2回ぐらい行ったんですけど、うん、両方ともエレキングにやられるっていう。いや、結構ね保留変化起きるからね、あの台ね。あの辺多いですね、うん。マンボウどうなんすか。マンボウはそんな熱くない。クロちゃん、ここだけの話やけどな、山田店長は有名になりすぎて芸能人気取りやで全然そんなことなくない。そっといる感じですけどね、うん、山田店長は。でも一回以前山田店長突破にいらした時ありましたよね。あ、そうだね。面接であっちゃんの名前出したらマイナスポイントだから言うわけないよな。間違いないですね。いや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 、
でもまあ言うなれば僕キコーナーの人じゃないですからね。コンプラに引っかかりますもん。だってコンプラになんでよ、なんで全然引っかかんない。全然コンプラに引っかかるんで全然引っかかんないよ。高橋あんまり打てないから、フランスベルギーはどちらが勝つか予想してください。外した人は来週罰ゲームでバロットを食べてください。バロットって何？バロットですか、聞いたことないですね。わかんない。どっち勝つと思う？ベルギー。じゃあブラジルで。いや、もう負けたよ。ブラジルはあれもう負けてますね、うん、あれ。いや、ベルギー勝ってほしいけどね。ベルギーって日本任せたやつですよね。そうそんなやつは勝てねえよ。いやいや、そんなことないいや、今回でも強いですからね、ベルギーも、うん。近江ブラック4回打ち行ったけど毎回全局制覇できてる。相性がいい。すげえ、いいっすね。うん。今日罰ゲームどうします？今日も前髪にします。違うよ、それはね、戸塚店は罰ゲームとかじゃないから。違うから。いいですよ、黒だったら。ん？黒だったらいいんじゃないですか、前髪。いや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 、ダメでしょ。髪の毛大事ですよ。いや、前髪ちょっと天然なんで、ちょっと切りたいって、ぶっちゃけ切りたいですよね高城と伊藤は環境変えて定着してほしい。あれ今日って対決だよね、ひろきん。人の当たり喜んでていいんですか？これ対決なんですか？アツロクさんは野球でヒット打ったことありますか？ありますよ。クロちゃん、今では店長の柴田のことが嫌いだったんですか？一緒に働いてたかな。一緒に働いてます。てる、うん。今来た。クロちゃんってあの安田大サッカースのクロちゃんですか？いつもテレビで言ってます。いや、違いますバロットは羽化直前のアヒルの卵を加熱したゆで卵。アヒルの卵を加熱したゆで卵。ゆで卵美味しそうじゃないですか。いや、美味しくなさそう。いや、孵化寸前だよ。うわ、ダメだ、ダメだ。体できてるやつだ。そう、体ある。うわ、ダメだ、うん、それは。確かに山田店長何も言わないのにサインくれたよ、DVD に、何も言わないでは書かないですよ、多分。書いてくださいって言われないと書かないですよ。コンプラに引っかかるって言ったのか、ボンクラに引っかかるって聞こえてひどすぎるわと。面白い。ワールドカップよりメジャーリーグのクロちゃん、大谷は、これからも活躍してくれますかね。いやー、そうっすね。前半戦だけ見たらやっぱり活躍はしてるんですけど、うん、やっぱメジャーリーグの土地自体はもう完全に日本と全然違うので、ね、島だったり、そこに対応してできるかが今後の鍵になりますよね。ひろきん、トレジャーモードにして。トレジャー、うん。すぐにバロットと画像検索してください。責任は取りません。えぐいんだな。店内でドリアン食べたら怒られますか？店内でドリアンはちょっとお遠慮いただくかもしれないですね、うん。はい。柴田、地球舐めんなよって言ってください。あれれれあれれれれ、うん、あれれれれれれれあれれれれれ、こんばんは。バロットは、まず見た目以上に匂いがやばいので我慢して食べるのも、あ、そうなんですね。ヒロキ、20分経過しては当たりゼロないよね。いやー、ちょっと待って、ねえねえ、予想士さん来て、予想士さん。予想士さん、はい、時間を。何分に当たるか。ヒロキンが何時に当たるか、ね、予想士さん。いや、俺は何も言ってないよ、わら。マキタに一言お願いします。野球かな。いや、マキタは、うん、まあ、来年、うん、また西武で待ってます、うん。7ラウンドか、16ラウンドの吸引音本当に好き。なんか16ラウンド結構変な音っていうか、いい音になりますよね。なんか違う音になるよね、うん。さあ、もうすぐあと10回転で ST は抜けてしまいますよ。危ないよ。でも ST 抜けたとしても時短が50回あるから。そうなんですよね、今回。そうで、199だから意外にね、引き戻したりしちゃうのよ、この台。戻し率は意外に他の台よりは高いはずですね、うん。あれ、ちょっと待ってくださいね。みんなの、ちょっと待ってくださいね。みんなの大好きな大好きな一人だけ様子おかしい人いますよ。一人だけ様子おかしい人がいますよ。はい、あ、こんばんは。ということで、ゴッティ行きました。こんばんは。どんだけ元気なんですか。こんばんは。これで ST は抜けました。時短です。はい、これね、時短戻ってすぐ当たったりするから本当に。はい、ということで、3台打ちに切り替えます。タコが出てきたんで、うん、まあ多分ダメですね、うん。ちょっとカメラ位置調整しますね。ちょっと待ってくださいね。アップアップ、近い近い近い。違うのか。はい、はい。おお、ゾーリースプラッシュもう名前がスプラッシュになりそう。出たこれ何モードがいいですか。クリスタル。クリスタル、クリスタル、震えるボタンです。
僕もう最近クリスタルでしかやらないですね。頑張るねって。スプラッシュ、ゾーリーなんか面白いことやれ。後藤で後藤店長お仕事お疲れ様です。ハート女子大生よ。あら、いきなり本日もいらっしゃいますね女子大生。今日いきなり来てるな。カメラの前でビーストか素人か。スプラッシュ川崎店長。今日一発のおまたじ打ち始めた直後、二つ隣のおじさんが声かけてきたと思ったら、あの伝説の用事があるので打ちませんかでした。なんと10連中のゼータガンダム。いやーよかったじゃないですか。それは美味しいやつですね。店長はスプラッシュモードにしてください。スプラッシュモードスプラッシュモードとかないからね。スプラ後藤早当てい。後藤にバロットを差し入れしたら食べてくれますか。なんすかバロットって。なんかちょこちょこ聞こえましたけど、なんかアヒルの羽化直前のゆで卵みたいな。あ、絶対無理。ゴッティ、向山に結婚前提とした彼女ができたぞ。お前はいつできるんだよ。いや、それなんか聞きましたよ。なんかできたらしいですよ。いや、ほんま一丁前に。女子大生は女子大生と打ちませんよ。あ、本当に女子大生だったらってこと。わかんないですよ。いや、ね、そうですよね。店長がね、女子大生好きだっていうのを分かっててあえて書いてくれてるかもしれないね。気持ちが女子だったらいいってことですね。女子大生好きって。この間向山店長に新しいゴティネタ教えてもらおうと思ったのに、怒られたからって教えてくれなかったんだけど。ゴッティに怒られたから言わへん。向山店長素直。いやいや違いますよ。ちょっとなんか幸せでボケてんじゃないですか。なんかちょっとゴッティ店長右目でお願いしてもいいですか。いやちょっとそれは無理。近い。もうそれもう画面見えてないからね、後ろ。顔しか見えてない。あ、技術さん行きましたね。はいはい。キャーヒロキーン。はい、ひょくんです。あざます、あざます。そう、熱いよ。いやいや、映り込まない、映り込まない。自分のカメラだけ。行こう、黒行こう。これは行ってほしいですね。さあ、80回転引き戻せるかな。戻そう。おいおい、見せるねクロちゃん、今日は素晴らしいよ。めっちゃ一人だけ16ラウンド。はい、16ラウンド。素晴らしいねこのお店。店長あの顔して。今日もだんだん不機嫌になってきますよ。店長新しい変顔、新しい変顔なんかあるんですか。新しい大好きな変顔やってくださいよ。いや、あれはなかなか出ない。そう、両手使わなきゃいけないんでね、あれ。そんなの新しいの開発したんだ。あれすごい面白いですよ。あれ笑わないやついないですもんね。そんなんやん。うわー、なんかね。はい、こっちみんなし、ゴッティ面白いじゃないか。クロちゃん今日はレンチャン見せるし、店長の悪口を言うし、放送分かってますね。後藤店長の鉄板ネタだから。いや、あの川崎連れてっていただきたいなという話はしましたけど。お、まあ、悪口、川崎、店長、店長、後でちゃんとお話があります。ちょっと、あの、はい、すいません。後藤店長の鉄板ネタ好きです、 JD より。JD?あれじゃない、当たった時にカメラ見るやつが好きなんじゃない。JD ってなんすか。ジャイアントドラゴン。女子大生。ゴッティの顔が液晶よりでかい。ゴッティさん早く当ててスプラッシュって叫んでくださいよ。クロちゃん出身どこですか。自分静岡の浜松ってところで。はい。女子大生ですけど、水着で海を打ちに行ってもいいですか。あ、いいですね。いや、ぜひ。もうぜひぜひ。いいですね。来るとき僕にも連絡ください。7月10日の、後藤店長の顔のフォルダー作りました。店長忙しくても少しでも映りたがるの本当に好き、応援してます。最近店長のにらむ顔が、見れてない気がするので、ひろきん当ててください。あ、店長の顔でフォルダーが潤うんじゃ。じゃあクロちゃんは誰にダーツの矢投げたいんですか。コーナーの店長のダーツの矢を投げるとしたら、そうですね、うん、
山田店長恨みでもあんの山田店長に出会ってしまったがゆえにね、そうですね、コーナーに就職したっていうね、あ、本当に運命の方だったので、はい、クロちゃん、後藤店長に、この台を当てるの簡単ですねって言ってやれよ。いや、本当、これは当てるの簡単ですね、今回のは。いやいや、それはね、何分売ってるんや、もう自分折れ切ったばっかりやぞぐらいね、うん、今日一番当たりが少ない人は罰ゲームですね。待って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 今回のミスマリンちゃんのパイオーツでかい人おる。いるんだ、ちょっと探そう探そう探そう、うん、どれだ、一番左じゃないですか、うん、一番ほら左そうですね、でかいっすね。ああ、ただこれ取ったら形は良くないですね。そうのパターン、なんでわかんだよそこまで。大体そのパターンですもんね、あれは。タレ型のこう外側向きのタイプです ね、 そうすね、あれは。あのタイプはちょっと違うんですよね、あのタイプは。ヒロキン、今日は1時24分に当たります。1時24分ちょっと遅いぞ遅いな、ヒロキンはボーナスは何に使ったか言ってみ。ボーナスまだいただいてないですね、はい。ヒロキンは、再来週の1時23分に当たる。ちょっと待って、一番期待値が低かった平野が一番活躍してる事実、お前らにいいことを教えてやる、はい、向山は意外といいやつだと。あ、知ってますよ知ってます知ってます全然それ騙されてるから店長と同じ顔系、顔芸系ですもんね。顔芸系っていやいや、向山店長結構あの喋りがね達者っすね。まあそうですね、上手ですね、喋り達者、うん。海の振動ってなかなかどうしてたまんないよね、このブーってやつね。やめてください、うん、この絵は読んだかな、はい。ゴッティ、今度向山に博多の塩って歌ってあげないよ、喜ぶよ。なんで？なんでこれね、放送で言ってたんですけどね、ぜひ、はいはい、あの実験してみてほしい。わかりました、店長ムービー撮っといてください。しかもあの永遠に言い続けないとダメですよ。1回とかじゃなくてもうずっと連呼連呼、10回くらいずっと歌ってると、はい、多分あの暴れ出しますよ。暴れ出しうえーっつってどんな能力持ってんだ、パイオツニストがね、ヒロキンパイ、お前パイオツ専門家かよ、ヒロキンパイオツ評論家してないで当てんかい。はい、シャフリカとシャ、はい、ゴッティ言ったら、道理半端ないって、あいつ半端ないって毎回顔だけでめっちゃ笑わせるもん大阪の代わりに、ね、いやでもね、これ発言した方って銀行員なんですよね今。あーらしいね。ああ、そうそうそう。でもすごいよね、全日本選手権っていうかね、あ、出てる人なわけだからサッカー超うまいわけでしょ。いやそうっすね。さあ1球転敗どうでしょう。いやー、はい、ダメですね。平塚に飛ばそうか、クロちゃん。あ、平塚店にね、平塚も行ってみたいですよね。大好きな、うん、大好きな上司が、うん。土曜深夜のサマーズの南国を紹介する番組ってまだ放送してるのかな、山陽がスポンサーのやつ。あ、なんかやってましたね昔、うん、今は分かんないな。ゴッティ、向山が意外といいやつは結婚式ニコ生で放送するらしいすごいなゴッティさんはお胸はどれくらいが好みですか、ちっちゃいのですか、大きいのですか、スプラッシュですか。スプラッシュだろじゃあまずスプラッシュのサイズが分かんない。スプラッシュ大きいのか小さいのかも分かんない。母乳があ、なるほど、母乳がスプラッシュみたいな圧力のパツとするの年間収支半端ないって。いやー多分ね、年間ね多分30ぐらいかな、今今年ね頑張ってますよ。プラスってことですか。いや逆ですねマイナス、いやでも去年に比べたらまだ健闘してますね今年は。戸塚店のツイッターのフォロワー555人、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。リアルタイムですね、見てますね。あ、そのうち500人ぐらいはあれですか、あの買ったやつですか買えるんすか。いや、フォロワーとか売ってますからね。買えますから、買えますから、うん、ゴッティって7日は平塚店にあの清掃行ったんですか。あ、行きました行きました。あ、行ったんですね。はい、はい、頑張りました。どうでした七夕祭りは。いやもうあんだけ人多いんですね。あ、人がすごかった。もうすごいですね。もうあれはもうゴミ袋持ってるだけで、はい、入れてくれるっていう。あー、ゴミを捨てに来てくれる。はい、うん、なるほどなるほど。
お、ちょっと店長ぎじってますね。まあ、よくぎじるんですけどね。まあ、よくぎじ、なんかやっぱそのなんか熱心みたいなやつが出てこないと、やっぱそこまで扱わないですよね。うん、ゴッティあっちゃんの髪型を見て笑いましたか。いやもうすぐ笑いましたそう事務所入って店長と事務員さんがもうずっと笑ってるんでどうしたんすか髪型みたいなクロちゃんこっち来て横浜らしいところ行きましたか。いやまだ横浜らしいっていうか、うん、中華街とかさ、まあ、まだ行けてないっすね。野球とかね、うん、球場は行きたいんですけどね。あーそうね、まあ、近いからね。バイクですぐだよ、まあ、バイク持ってるんで。クロちゃん俺たちリスナーはキコーナー入社するなら戸塚にするで、なんたって後藤店長がいるからな。あらまかっこ川崎連れてってくださいフラッシュあっちゃんその考え方は養分的な考え、そうなのかな。ゴッティは七夕デートはしなかったんですか。いや、まあ、お仕事、いや仕事でしたね、はい、なかったらあのデートやったと思うんですけどね誰と誰と行くの。あとはよくできたカツラを新しいのに変えたんだよ。横浜らしいところって川崎やろ。ゴッティ連れてったわけね川崎と横浜違うからね、うん。後藤店長さっきのカメラ目線の時に惚れちゃいました。もう一回見たい、見もう一回見ていや女子大生ですかね、うん、さっきのこれもうアツロクさんの声だとなえなえですね。いやそうっすよ。え、なんですか。アツロクさんの声だとなえなえですね。イメージが全然わかんないです。女の子の声じゃないとね、はい、はい、なわけないでしょうがあーちゃんいろんな意味で業界を支えてる。いや僕は支えてますよ。働いて打って働いて打ってね、もう仕事をして打ってもう業界を回してますから一人でね。クロちゃんバイク持ってるのハーレーですか。え、中面しか持ってないので2班のバイクを、うん。バイクかすごいの。クロちゃん、初なのに緊張しないの。めっちゃ話が聞きやすくていいよ。いや緊張は最初はしましたけど、うん、台打ってる時はやっぱり台を楽しみたいんで。あーなるほどね、はい。こんばんは今来ましたクロちゃんは造林に川崎らしいイケてるん2万5000円の遊びに連れてってもらいましたか。なんかいろいろと前回までのがごっちゃになってる。まあまだだよね。これからだね。これからそうですね。でもご飯あいつご飯とかは連れてってくれるでしょ。そうですね。おい間が間が間がなんだ今のは。ボルティ、ボルティって何。お逆に来い来る。あヒヨキン初の魚くん来ました。さあ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 当ててよ当ててよ当ててよ。ちょっともう時間もう30分過ぎてるからプレッシャーがすごい。はい止まる。エビあああシャチめっちゃ笑ってるけど。さあシャチからの泡ですね。シャチ泡ヒロキン何やってんの。いや本当本当何こんばんは。ゴッティは運命の人と出会いましたか。川崎以外でですよいや七夕がねやっぱね、うん、仕事じゃなかった多分運命の人と出会えたんですよ。あそうだね今年まだですね。ゴッティとっかにゃやってないから今日も一人で最後やるんやでいや今日なんか揃ってましたよねああそうですね今日いい感じでしたね。いい感じでしたね。ひろきん分かってるな当てるんじゃないぞ40何分でしたっけ42分でしたっけ30何分24分じゃなかったっあれですよ予言ですよ予言40何分40何分だったっけ確かじゃまだだなと思ったんですよだからあまだまだまだ早いそう予言に、まだ早い予言に託す。あ1時24分と23分でもう終わってんじゃん俺今の音はいや1時だったらまだっすね。あ1時あそっかそっかまだまだだ放送中じゃないよ放送終わってるわまだ先っすよ。なんてこった、うん、ゴッティ関西人なので面白いことやって。毎回あるなそれ店長だからあの顔を見せてあげてくださいよ。いやなかなかできひん店長。そんな面白いんですか。めちゃくちゃ面白いです。面白くないでも笑いすぎてハンドル持てなくなりますね全然面白くないってやめろってひろき言っただろ1時24分まで当たらないってうん、当てたい。ゴッティ今週末新宿で合コンあるんだけど行く。おーマジっすか店長ご同行します。ご同行します。合コンいいね。合コンちょっと合コンやりたいな。
圧力さんいるの？合コン、合コンやろ、合コン。いや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 、女子大生ですか？女子大生、女子大生とかじゃなくてもいいけど、はいはい、なんかね、女の子とお酒とか飲みたいですよね。あ、まあ、そうですね。ねえ、ゾウリもったいぶブルほどハードルが上がっていくんだぞと思って。あー、なるほどね。そう、店長サクッとあの顔やってほしい。いや、せえへんし。クロちゃん都会出てきたし、いつベコ買うの？そんなヨシイクゾーの歌に出てくるようなやつじゃないんで。いやー、ベコは食べる専門っすね、うん、自分は、うん、牛ね。はい。アツロクさんの生涯収支がプラスになるのは2120年ぐらいです。え、あと100年後か。あそこお前妻子持ちだから。いや、だからそういう、何、彼女を作るとかそういうんじゃなくて、わかります？僕が言いたいの分かったんですか？分かってもらえないですかね。分かってもらえないですよね。いいです、いいです。おー、ラッキーレインボーだー。当たりました。おめでとうございます。ありがとうございます。ブラキオが素晴らしい、いただきました。ありがとうございます。タコさんです。はい、おめでとうございます。あんなのあるんかーと。お、スーパーチャンス。はい、100円ですね。あざます。はい、さあゴッティは、さあ連打連打。これ魚群来るんじゃないですか。あばか、でも炎目が、ああ、めっちゃ不適されてるじゃないですか。めっちゃ弱いっすね。どうしたんですか今。なんかブー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 言ってましたけど。店長今がチャンス。店長あの顔見たい。あの顔が、いや、もう当たった時しか大変。店長あの顔してくんないとこれ継続しないかも。店長もう継続せえへんかった方がええねん。あー、所詮は草履かよ。あと相席屋に行こう。相席屋ね。ヒロキ何してんねん。さては中身ザベスだよな。なぬ、ゴッティがお約束のようにこっち見るの服はわらわら。ヒロキ、アツロクの嫁さんは誰に似てるか聞いてみ。アツロクさんが誰に似てるか、俺の嫁が誰に似てるか。はい、っていうね。今田美桜誰ですか。あ、じゃあ後で検索して。ヒロキンごめん、あっちゃんの髪型が面白すぎて台に集中できない。アツロクさんの髪型そんな面白くないでしょ。じゃあアツロクさんの髪型ちょっと18禁ですよね。いやいや、そんなことない。顔でけえな、こって顔でけえ、わらわら。クロちゃん抜けちゃったけど、ヒロキン当たったから見せ場、たくさんだね、今日は。あざます。いい感じにバトンタッチがガツガツ連チャンさせちゃうよ。ゴッティ関西人だから面白いな。ペヤングにお湯入れてる間にヒロキン当たってる。あれ、ゾウリはゾウリはまだですね。ヒロキン真面目に残り20分あるのに当たるって久しぶり。いや、そうですよ、うん、ちょ、褒めていただきたい。そうだね。はい、あ、ヒロキン当たってる、おめでとう。ありがとうございます。そういえばこの間カバタの放送で、超超超大盛りペヤング、あ、出ましたね。あ、はいはい、を何分で食えるかっていうのをやったんですよ。はいはい。で、蒲田の主任の記録が放送中にやったんですけど、6分59秒かな。それ早いんすか。いやー、どうなんだろう、わかんない。で、それが非高な標準記録になったんで、超えれる自信があるんだったらぜひやってほしい。プロは絶対5分以内でいけると思う。本当に自分は早食いよりは大食いの方か。飲み込む系でしょ。でもまあ飲み込む系ですけど、あ、いや、いけるんじゃないかな。いや、それはヒロキンがやんなきゃ。え、ヒロキンが、ね、全然いけなさそうな人にやらせる感じですか。そうそう。でもどっちかって言ったら牛丼チャレンジの方が。ああ、牛丼ね。そしたら俺自分作りますよ。うん、店長使えないけど部下は優秀な。このお店はどこですか。キコノトスカ店です。キコノトスカ店です。キコノトスカ店です。あざます。いやー、すごいですね、いじられ方が今日もね。大きいしクロちゃんいけるっしょ。あー、ペヤングね。ゴッティ超超超大盛り玉ねぎ食べて。うわー絶対無理。毎日ペヤングチャレンジしてくれよ。いやー、でもなかなか難しいな。アツロクさんやったんすか。僕はやってない。アツロクさんも早そうですよね。僕ペヤング大好きですからね。焼きそば食べないっすね。マジで超うまいよ、ペヤング。
圧力髪型に合わせてぐるり一周髪の毛剃る、やだよ。後藤店長ペヤングよりペロンチョの方が好きやろ。ペロンチョ店長ペロンチョですね。当たりが抜けた後に他のスタッフが、当たりを見せると戸塚の連携は素晴らしいですね。ありがとうございます。ここはね多分ね、うん、つながってんだろうね、まあ、そことはつなげられないかもしれないですけど、うん、ペヤングにお湯入れたら、ね、当たってるあれ通りは、あの4倍のやつまだ地方じゃ売ってないんだよね。あ、そうなんですね。そうっすね、多分今週ぐらいが多分東海エリア。あ、そうなんだ。発売だと、うん、戸塚店の大食い最近はうまい棒だったっけ。そうだ、出た、うまい棒やったわ。超きつかった。あ、意外にきついよね。超きつかった。ペヤングは安いけどペロンチョは2万5000円だから。いやペロンチョでもちょっとなんか悩んでる。気になるっすねペロンチョは。おー、魚群これはもらったんじゃない。29回転 SP 中の魚群です。行きましょう、行きましょう。ストップ、ストップ、止まれ。はい、どうぞ。あざまーす、おめでとうございます。店長、あざまーす。店長、あざまーす。さあ、扉はどうですね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。どうしました店長、今日は機嫌がよろしくなさそうですけど大丈夫ですか。店長は上機嫌ですよ、上機嫌。終わろ終わろ海だ、やったー。やったー。圧力学校戸塚の皆さんこんばんは。こんばんは。ゴッティ久しぶりに顔を無双ゲーしてこいよ。あ、無双打てってことか。あっちゃん辛いペヤング4つ用意するからチャレンジ無理。ゴッティさん最高何万のペロンチョしたことあるんですか。聞きたい、店長それ聞きたい。いや、そう、最高のペロンチョとかよくわかんないですよ。あー、ちょっと意味が理解できない、はい、あー、なるほど。どっちだろうな、どっちの最高だ。ペヤングギガマックス東海以外は9日からですよ。あ、じゃあ今日、昨日からか。目が犯罪者じゃねえか、ゴティ、わらわら。ゾウリの目が、ヒロキンって人を煽るの上手やな。超うぜえ、わらわら。訂正、東海以外、あ、関東以外か。関東以外は、だからもう発売されたってことだね、全国的にね。ああ、そうなんですね、うん。店長に質問ですが、串カツって本当に大阪名物なんですか、大阪の人の。あ、どうなんですかね。あの、まあ、結構ありますけどね、有名なところとかね。だるま、だるま、ね、うん、美味しいですよ、串カツ。まあ、どこに食べても一緒じゃないですか。いや、でも、あのなんて牛串が基本じゃないですか。あ、そうですね、そうですね。あれはなんかあんまないような気がするんですけど、ね、なんかあの牛のやつばっかり食べますね、僕大阪行った時は。いや、どこ行っても肉食べたいだけじゃないですか。間違いない、うん、間違いない。さあ、残り15分です。店長頑張ってください。ちょっとステージ変えます。はい。串カツ、たまに食べると美味しい。うん、美味しいよね。串カツって大阪だったんですね。いや、大阪には一応有名です。名古屋じゃないですね。名古屋は味噌カツ。味噌カツですね、味噌カツか、うん。ちなみに店長別に大阪じゃないですもんね。まあまあまあ、そうですね。店長は京都なんで。あ、店長はね、京都なんで、うん。でも京都と言ったら、なんですか、湯葉。まあまあ湯葉、うわ、湯葉っぽい顔してますもんね。どういう顔やそれ、どういう顔やの。湯葉っぽいっす。今日一面白いよ、湯葉っぽい顔。湯葉っぽいっす。すごいね、店長に向かって店長湯葉っぽい顔してますよね。いや、何がすごい、なかなか言えないよ。いや、悪口とかじゃないですよ、印象です。そういうやつなんすよ。そういうやつ、醤油、醤油やつですね。あ、醤油やつね。醤油やつ、あ、面白い、ね、面白い。お前失礼だぞ、今日湯葉っぽい顔。176醤油やつ、いつもそうですからね。いつもで、今なんかリアルなトーンで言いましたね、店長。176 NG コメントですね、ごめんなさい。京都って顔じゃないよね。京都はこってりラーメンのイメージがある。そうですね、自分もラーメンのイメージが。あ、天一とか。ああ、あの雑な感じ、うん。京都の人間はプライド高いからな、ゴッティ腹の底ですげえ思ってそうだよな。店長ごめんなさい、先に言っておきます。ごめんなさい。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、これで3連チャン。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、目、うん、目がさあ、扉は、はい、7ラウンド。ます。
ね、今モザイク、モザイク今入りました、モザイクゾーリースプラッシュ川崎ユバニュー新しくできたね、うん、長い長い、ユダっぽいユバですユバ、ゾーリはなりすまし大阪人なのか、えまあでも大阪はもう捨ててきてますからね。いやそうですね、もう関東の人ですよ。いや大阪じゃないです、関西を捨てて、あ関西をもうすべて、はい、広い、うん、捨てた地域が広い、京都で言ったら油取り紙、まあそうだね、有名ですね、用事屋っすね、うん、あ八つ橋か京都は、そうですよ ね、 あと漬物、あゼンマイ漬けとか、ね、結構、そうですね、あと抹茶、あいっぱいありますね、あいっぱいありますよ、いいとこやわ、あ京都ね、神奈川には変わらないですけどね、神奈川、神奈川には変わらない、神奈川って甘噛みしたよな、甘噛み、神奈川って実はそうやって言うんですよ、神奈川って言うんですよ、神奈川の特産って何ですか、神奈川は鳩サブレですかね、シューマイですかね、鳩サブレね、あ有名、あシューマイ ね、はい、横浜、あとかまぼこ、あ小田原、はいはいはい、あかまぼこ、あとはえ葉山牛とかは、ああ牛、はい、あと何だ、どうなんですか地元でいるとそんな、まあ食べないよ ね、 食べないですね、地元だと余計食べないよね、食べないですね、ああ湯葉っぽい顔ってどういうことわらわらじゃあイコール自分シューマっぽい顔してるってことね、向井は意外といいやつだけど、ひろきは、それは店長さんにひどいよ、あとはとも食いだけでは飽きられず牛も食べちゃうんだね、ゴティとりあえず京都の方々に謝ってください生まれてごめんなさい、生まれてごめんなさい、うん、やっぱり大見のパールフラッシュの音がいい、ゴッティ意外と湯葉です、川崎スプラッシュあれお湯捨ててペヤングにソース混ぜてる間にヒロキがまた当たってる、ありがとうございます、八つ橋は生が好き、生美味しいね、いいっすね、生ですね、あ硬い方が本家ですか店長、いや知らないですそんなのは、まあ、まあ両方じゃない、いや硬い方が本家だったと思います、硬い方が美味しくないですよね、一回京都で舞妓さん遊びをしたい、ああ一元さんお断りね、京都ラーメンは有名、まあ有名じゃないですかね、京都ラーメンってなんすか、だからこってり系じゃないですか、背脂系とか結構ありますよね京都は、あでも京都って意外に焼肉屋さんうまいとこめっちゃ多いんですよ、意外に知ってました、知らないですね、あれあれ、湯葉店長早く当ててください、名前が変わってくどん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 変わってくる、京都言うても山科、まあまあね、とか、はいはい、丹波とか市内違いますやろ、あいやそうですね、うん、違いますわ、後藤だけ当たらないなお前らは焼きそばにマヨネーズをかけるタイプ、かけない、かける、自分はかけないですね、うん、かけない、ただ家で作る家で自分でなんていうんですか、ちゃんとフライパンで作った時には目玉焼きを、さん料理作れるの、作れるよ、作れる作れる、で目玉焼き乗っけて目玉焼きの上にマヨネーズでゆーってやって食べる、いやマヨネーズそうですね、目玉焼きってマヨネーズと醤油が一番うまいですよね、うんうまいうまい、いや戸塚店は優秀だな、湯葉以外は店長店長ごめんなさい、違う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 、まずユーバって誰のこと店長なんかごめんなさい、もうやめて本当すいません、クロちゃん初めて放送に出た感想は楽しいですか、楽しいです、あじゃあそれ最高ね、クロちゃんは料理できるの、結構自分も料理は趣味で、結構ガチっすね、ガチな方で、結構ガチな方で、何得意料理は、得意料理チャーシューですね、チャーシュー、 あれですよ、自分の右腕一旦削いでから始まるっていうあ、でもチャーシューとかうまそうだな、あのブロック肉から買ってきて、あ素晴らしい、それは煮込みますね、衝突できる、衝突、はま寿司で大阪フェアで串カツがあったので食べたけど、ささみチーズが美味しかった、おーほー、戸塚には今年のケース第1位のパチの麻雀ファイトクラブは導入してますか、入ってない、あ、入ってないですね、うん、店長のもブラックパール黒光りしませんかね下ネタか、外んなんていうの、店長って出れば16なんだ、誰誰、はい、ヒロキン、違う違う違う、一人おかしかったよ、店長忘れてるよ、モザイクが、ヒロキンがビッグバイブなってました、さあ30回転目どう、はい、行きましょう、ありがとうございました、4連チャン目、店長順調、
あざます、あざます、あざます。天海ピン京都発、そう。お、レインボー。はい、16ラウンド、はい、投げた。あざます、あざます、あざます。なんか違うよね、この音ね。おめでとうございます。いい音っすね、うん。スプラッシュゆば店長頑張ってください。ちょっと長い名前が。京都の天壇って焼肉屋さんが美味しかった。だしにつけて食べる。そういえば戸塚店で京楽のパチツアーがありますが、もちろんあっちゃんは参加しますよね。いや、しないかな。顔芸のゆば、ゆばってなんか北斗の拳に出てきそう。それゆだ、貴重なゆば店の皆さん、こんばんは。解明しました。解明ですね。チャーシューは、時々こっち見るような顔で作るんですか。なんで後藤はゆばなの。ヒロキンがさっきゆばみたいな顔を、ね、ちょっともう繰り返さないでくださいよ。今日ヒロキンじゃないだろう、打ってるのエリちゃんだろ。あ、かもしれないですね。餃子の王将も京都だな。あ、そっか、王将も京都だ。あ、そうですね。あ、ヒロキンすげえな。それに比べてユバの野郎はてんてんてん。ちょっともうやめてみんな。あら、もしかしたら1時24分に当たる人はユバだったのかもしれない。あ、なるほどなるほどなるほど。さあ残り10分ぐらいですね。いや今日もあっという間ですよ。ユバ反省しろ、当たんないから。まあまあまあ、打ち始めがね、ちょっとみんなよりは遅いですから。いや、そうっすね。もうちょい待ってください。もうちょい、最後の最後に見せる男。そう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 。あー、戻った。これはありそうっすね。え、多分あるんじゃないですか。ありそう。魚群来る？魚群ノーマル？あ、ないっすね。うん。ゴティ激おこ。ゴティちょっとへこんでるやろ、口数少ないもん。ゴッティは今日何しに来たの。ユバみたいなやつって言われただけですか。ヒロキン声優になれるんじゃない。なんでこれ前もあったね。前もありましたね。これから1時間当たらなかったことをユバるっていう。ユバる新しい。それ、今日もユバるんですかみたいな。それバズらせましょう。今日もユバったわ。いやー、戸塚店の貴重な戸塚のスタッフは優秀だな。ありがとうございます。うちのスタッフは優秀ですよ。ゴッティへこんだこんな日は川崎で楽しみましょう。あ、スプラッシュしてください、うん、店長。間に合うかな。間に合います。間に合わないね。基本ビッグバイブマッチですかね、打ってる時。まあでもバイブは結構絡むイメージはあるかな。店長面白いですか。何にも面白くない。まあ当たってないから。お、あれ。でもね、やっぱ背景がこうクリスタルモードだと背景が赤くなったりとかね。そうですね。ちょっと熱いですよね。あとリーチかかってんのに疑似連したりとか。さあヒロキは4連チャン終わりましたね。おー、金魚群、金魚群いただきました。お龍連いただき、あざまーす。すごいね。ありがとうございます。はい、プッシュ。チャンス。まあこれは当たるでしょう、さすがにね。あざます、あざます。あざます。はい、おめでとうございます。あ、いいっすね。ちょっと静かにしてもらえるか。静かにしてもらえるか。あざます。はい、5連チャン目1回転ですね。はい、さあラウンド数は、おー、16ラウンド2連続。店長、素晴らしいね。素晴らしいね。まあこういうことですよね。簡単ですね、やっぱり、うん、じっくり打つのは、海ブラックって優勝かな。優秀。横須賀はサウナだし、戸塚は湯葉という新しい素材を得ましたね。店長、ごめんなさい。いいと思います、いいと思います。ヒロキン今日はすごいね。ありがとうございます。な、海強いしね。うん、絶唱まだ打てないよ。ヒロキンってさ、人の心にぐさっと刺さる名言残すよね。あ、ごめんなさい。特に店長に、ごめんなさい。ごめんなさい。ゴッティさん、湯葉で勝ってないほどにへこんでる。今だかつじゃなくて、湯葉でかつてないほどにへこんでるな。あ、面白い。川崎でもへこんでなかった。かけてきた。ゴッティってバイオハザードの役物に似てるよね。タイラント？タイラントじゃない。それの方が悪口ですよね、確実に。まだ打ってて一回も見てないけど、サイレント疑似連って今作もあるのかな。あ、どうだろう。ないんかな。
ゆばはこの後家に帰ってから泣きながらチャーシュー作るんですか？混ざってる混ざってるなんかいろいろ混ざってましたね今。ゆば早く当てろよ。やばい、このままだとゆばになってしまう店長が、そりゃそうよ、なかなかないよ顔がゆばって言われることは。普通の人なら聞いてる。スプラッシュに戻っておい顔がゆばってるぞ、ゴティは優しいから自分が罰ゲームしようとは当てないんだよな。なるほど店長心が広い。でも店長電話対応の時は綺麗な標準語なの知ってるよ。おまあそうですね、もう関西捨てましたからね。そうですね、もう関東の人ですよ、はい、もうね、ひろきんそろそろ湯葉に手加減してあげなよ、はい、何も活躍してないんだから。そうですね手加減します店長。もう徐々に徐々になんかぐさぐさみたいなね。どうぞ、うん、店長どうぞ、そろそろどうぞ、うん、ゴッティ湯葉で、なんか湯葉ーバーを思い出してきたぞ。湯葉ーバー、千と千尋。千と千尋ですね。 あれ千と千尋の一番最初の方に出てきませんでしたっけ。あーお父さんとお母さん、まあ、出てきましたねあクロちゃんがねいやいいですね。16ランドボリュームあるな。そう1800発ぐらいは払い出しあるから。そのくらいはあるので、あ結構僕今日かな15連ぐらいしてるの見ましたよ。どんだけ連チャンすんだよと思って。ゆばってはダメ、それ違う違う違う、それあのシンフォギアでしょこれ多分、うん、今日の範囲、フェイスオブユバ発動しすぎ。フェイスオブユバフェイスオブユバ来た、いや向山意外といいやつ、大阪半端ないに続いて流行語大賞の候補が生まれるねユバルバズるよそれ、バズりますよ店長きっと。今年のキコーナーチャンネル流行語大賞ユバル、うん、受賞式いけますか私。いやノミネートされますよ。ユバル赤い蝶ネクタイユバで作ってほしいですね。あゴッティは一つじゃないからいっぱいありますからね、スプラッシュとか、ね、いろいろありますからどれかが賞はもらえるかもしれないですよね。候補結構多いですよね、うん、結構名言系は多いから、うん、シャープユバでつぶやいておきます。ありがとうございます。ユバることを諦めないで、まだユバと流れ星を見ていない270番 NG コメントです、ゆばってゆばってまえる、ひろきんさん甘いもの食べれますか。甘いもの食べますね、ただの優しいゆばなのですから。だからこれだパチンコ台の全部セリフになってるからねこれ全部ゆばがね、うん、あっちゃんゆばの名前間違ってるよ。いやいやいやゴッティだよ。ゆばがコメントにあふれかいてどうしようどうしよう、うん、あ、店長ぎじってますね。あっちゃん前髪を笑われたからここぞとばかりに湯葉に突っ込んでないですか。違う違うコメントで書いてあるから読んでるだけですよ、うん、ライトミドルって確率分母まで当てられないと焦るんだよな。あ、わかりますね。そうですね、もう自分も確率分母超えちゃってるんで。あ、200超えた。はい、でもほらね50回転は ST だったわけだから、まあ通常時はやっぱ250まで回したら200回転かな。そうですね、うん、この湯葉可愛くない、湯葉加減なしだぜ。湯葉なんて全然書いてないのにあっちゃんが勝手に言ってるだけだからね。あれあそこさん、それはあそこさんそれはよろしくない。湯葉でもスプラッシュでも草履でも好きだぞ。うほうほっすね、うん、でも草履も関東来てからじゃないですか。いやそうっすよ。ですよね、はい、あーひろきんぎょくん、あざます29回転目、さあ当たれば6連チャン目。はい、おめでとうございます。いいっすね。あー素晴らしい。あ、すいません店長ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これは4ラウンドですね。俺もゆばりで、ゆばです。ひろきん放送終わった後が怖いで、ゆばぶる手紙からのゆば、ゆばシアール新世紀ゆばんげりおん、ゆばんげりおん面白い。1時間の価値は、の導入はいつですかワンボックス入れましょう店長、ワンボックスゆば加減なしだって、どこの4だかな。ゆば乱用しすぎ、汎用率高いな。もうゆばって使いやすいっすね、ゆばって、うんうん、でも湯葉美味しいからね。そうですね、湯葉美味しい。
逆さ湯葉に触れたのだ相応の覚悟はできてよ。それシンフォギアっすよね。湯葉 ST 打たせてもらえよ。あ、じゃあ交換さしましょう。交換。あ、そうっすね。やるんだそこは。交換して店長の引き見せてください。あ、ね、で店長が一回当たったらじゃあ今日の放送終わりにしましょうか。ね、あざまして好きじゃない。超絶湯葉で見せてください。店長は顎で使い湯葉とあだ名をつけるとヒロキンすごいな。しゃあ、うん、行くで。お願いします。まあまあまあ簡単に当たるでしょこれ。まあね、サクッと、サクサクッと。何分の1ですか。49分の1ですね。50回転まで。これでサクッとさっき店長座ってた台当てちゃったらちょっとすごいことになる。ゴッティ湯葉ってくれ。湯葉火曜湯バンス劇場。あ、抜ける流れや。ゾーリー驚いた。でも湯葉でしょ。湯葉は美味しいよね。ゴッティもある意味美味しい。これはヒロキン伊勢崎に飛ばされる流れだ。ちょっと待ってー。ゴッティ分かってるよね、フラグって。いやいや、まあ、当てますよ。まあさすがにね。いやいや、もう簡単っすから。もう1画面でよくないか。いやいやいや、1画面がいいですか。あー、もうこれ来たんちゃうかな。本当ですか。マンボウ結構テンパんないですよ。あ、来た来た来た。おい、お店長の顔芸が見たい。顔芸が。いやいや、まあ当たるからね。おい、はいはいはい、これはいいエンディングの流れですね。はいはいはい。もうみんながエンディングを予想しちゃってますね。すごい湯葉フラグが立ってる。湯葉フラグか。どおりこれ駆け抜けたら湯葉リスト確定だぞ。いやいやないないない。ガッタあガッタあ。めっちゃ応援されてます。やめろやめろ。まあまあ簡単に当たるでしょ。50回転でしょ。そうですね。いやそんなもう外すわけないやん。もう一回。じゃあちょっとせっかくなんで1画面にしますね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、あれちょっと待って、今ちょっと今地味に熱い方に店長が打ってた台を、あ、ポペンホロス、あ、当たった、当たりました、当たりました。店長、あざまーす。店長、玉折り成功、ヒロキー。さえ、さえ、俺が俺の保留じゃん。俺の保留、ゼロ保留から始まりました。俺の保留、ありがとうございます。俺の保留ではないと思いますよ。おそらく、おそらくね、うん、ゼロ保留からスタートしました。急にパチパチの神か。さあ、いやほら、店長もね、一応 SD、まあ、ですからね。はいはいはい、これね、言っても、言ってもね。はい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 、クラゲクラゲ。見事な釜掘り神。おい、湯葉野郎、何やってんだお前は。いやいや、当たる当たる当たる、当たって。最後願望に変わってますよ。当たって何これ。あれ、ヒロキ湯葉と変わって、あれ、ゾウリの見事な湯葉っぷりに脱帽。湯葉っぷり。いや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 、まあ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 、まだあるっすからね、チャンスは。うん、ちなみにヒロキンは甘いお菓子としょっぱいお菓子どっちが好き。どっちも好きですけどね、うん、甘い方が癒されますね。湯葉るの諦めないで。ここはゴッティがするで、ヒロキンが当てたらって言おうとしたら当たった。いや、当たる当たる、もう当たるからな、お前。あ、はいはい、これ当たるんちゃうかな。1画面です、ごめんなさいね。当たってはダメ。あっ、あっ、おっ、あっ、あー、ちょっと圧力さんの声がでかいから。違う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 、関係ないから。声がこれだ。さあ、残り店長15回転ですよ、SD は。はいはい、余裕っすよ、やっぱ余裕っす。店長抜けさせちゃう、これ。リアルハイエナ、そうですね。いや、部下に気を使わせるユーバー、笑った。サクッとこう店長よりも先に当てたいですね、したら。ユーバーついに当たらないことを人のせいにする、わらわら。お、リーチ、あれ、いけいけ、からのクラゲー、からの、からの、はいはいはい、クラゲー、ユーバ様、ユーバ、ユーバ。でもね、クラゲーでもチャンスありますから、お願い。
えぇ、ー、テさあ、残り、残り5回転あらあらお、ヒロキンはチャンスっぽい、もう一回来ないとダメなやつですね、うん、おあお、吠えたよネッシーが出したな、吠えたよからの連打、何これ、ここ最近で一番おもろいやん、おっ、おーい、ヒロキン店長、ありがとうございます、店長、ありがとうございます、おめでとうございます、学園、ありがとうございます、あれ、店長、これ時短ですよね、時短ですよね、あれ、あれ、まあまあ時短も50回ありますからね、全然チャンスはあります、チャンスは、ゆばゆば涙目、時短引き戻しも成功、ゆばが泣いてる、わらわら、こうやってやっぱ1時24分まで当たらないんだよ、ヒロキンわらわら、いやヒロキンはよく当てるね今日は、いやありがたいですね、49分の1当てるの難しいよね、これは、ね、おお、今度はカロちゃんだ、これはカロちゃん、さあどうだ、これはどうすか、かましたれ、そう来るか、おい、はい、8、8、8、はい、止まれー、イエーイ、おーイエーイ、なにこの流れ、店長早くこっち来てくださいよ、いや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 、店長早くこっちに来てくださいこっちに、いや面白い、ヒロキ来週に茨城あたりに転勤する、あーあるかもしれないですね、ユバわらわらかわいそうなユバもうやめて払いたい、あらおい、あーそうだって、あらららら、楽しそうだねヒロキ、あー楽しいですね、これ16ラウンド昇格、ありがとうございます、昇格いたしました、楽しそう楽しそう、ユバさん笑い止まらん、わらわら これはブチギレですわ、ゴッティかわいそすぎるから優しい言葉をかけてあげるよ、ドンマイ優しくないっすねおこれまだ全然チャンスありますからね、お手本のようなかませに抜く合だな、クロちゃん新卒だよね、何、なのに笑いを分かってるやん、いやありがとうございます、なんか真面目に後藤がかわいそうに見えてきたごめんね店長ヒロキに変わってやれ店長ありますが変わりましたか、いやまだあと20回転ぐらいあるから ねあるからまだ、まあ、全然ある全然ある、店長のとこだけ魚群逃げてるな今日の放送のアディショナルタイムドラマ多すぎ、ドラマが多すぎる、あ、店長ほら先読み、先読み来てますよ、先読みがあれ何この接待放送、これ以上ユバの HP 削らないで ヒロキンが変わってやるかとか言うから、ユバに変わって魚がなんか嫌そう、部下を輝かせるのも店長たるユバの務め、ユバの HP はもうゼロよお、リーチ泡からのダメ、泡のみ、かわいそうだけど言うね、ユバ君何しに来たのさあ残り15回転ありますよ、まだね、あかん、ユバが、削られすぎて向こう側が見えてしまう薄いね、だいぶね、先読みにも煽られる、これでクロちゃんも、時短引き戻しだったら面白そうだな、秘宝ユバリーチだけで周りから励まされるおヒロキン、いやそんな涙出てきた、ね、なかなかこんな展開ってね狙ってもできないですからね、いや面白い展開、あここまで店長の笑顔のない放送は久しぶりのような気がするな、なんかごめんなさい、ゆば、うん、大丈夫だよ川崎で癒されよ、ゆばの向こう側、そうそうゆばには川崎があるもう違った慰め方ですからねもうね本当ね、うん、ユバさんなんかありがとう、元気出たでもほらこういうのってあるあるじゃないですか、やめて、いやあるある、ね、次座った人速攻当たるみたいなね、いやありますね、ありますね、それはそうそう、それを再現してくれたわけですね、うん、ヒロキンと変わろう、まあまあそろそろね時間もいい時間なんでね、ま
3回でマンボウ、マンボウ、もう一回こっちに店長試していただいて、いや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 、さすがにね、それで落としたらもう神がかってますよ店長。そうですね、才能ですよ店長それ。あわ、演出が早い海ならではの面白い展開だね。お前ら明日仕事ないんやぞ、今日寝るかな、腹痛いじゃないか。後藤に当たり、お2回目ヒロキンバイブ、バイブってた、なんだ、まあ、ちょっと弱いかな、これダメっすね。でも、一人様子おかしいぞ、一人様子おかしいぞ、お客様、周りのお客様のご迷惑になりますので、それ以上は、あー、イロキン当たったー、ありがとうございます。弱い当たり、当たりましたね。あ、あー、しかも、7ラウンド、しかも、店長は時短抜けるー、はい、ありがとうございました、終了、終了、お疲れ様でした、パフパフパフ、ありがとうございました。ヒロキ、あおりのプロやろ。この配信見ててつくづく思うよ、店長スイッチってないんだな。後藤に当たり、こう見ると毎回当てる山脇店長ってすごい、すごいよ、かわいそう。じゃあエンディングいきましょうか。じゃあね、はい、よいしょ、